こんにちは。シニア水彩画家でございます。今年2020年ももう3週なりましたね。早いもんですね。今年に入って水彩画教室を2度行いました。課題は正月らしく富士山です。これを2週にわたってスタイルを変えて描きました。いつも教室の始まりに私がデモを描くのですが、その時に描いたデモ作品、こう全く違ったスタイルなんですが、その2作品をここで紹介しますね。それではどうぞ。課題はこの写真を使って描きました。これは写真の通り描いたデモ作品ですね。で、その後で、それからスタイルを変えて、こちらの赤富士を描きました。このビデオはiMac に入っているアプリを使って、作ったんですけど、なんとこのアプリはミラーイメージなんですね。要するに鏡に映ったイメージでビデオが出来上がるんですよ。だから左右が、逆に映るんですよね。それに気がつかず作ったんですけど、まあせっかく作ったので載せることにしました。次からは、デジカメでも使ってやろうかなと思いますね。その方がちょっと実験したらデジカメの方がすごく音声もいいし、ただモニターを見ながら作れるわけじゃないので、どの程度にどのように映ってるのかよくわからないので、ちょっと練習が必要かなと思いますけど、まあ、まだ始めたばかりですので、これからですね、だんだん良くなるのは。それじゃあ今回はこれで、終わりです。また次のビデオでお会いしましょう。それでは。